はようございます、おはようございます、ヘルチャンネルサブでございますですよ、北島サブラー。そんなことをですね言いながらですね安定的にスタートしたというわけなんでございますが、今日はですね何やってるのかって言ったらですね、また車中泊のですねちょっとですね試したいなっていうことがありますので、その実験をですねしに行ってるというわけなんでございます。で早速なんですけど、今何かをですね感じてるんですよ。おじさんは何を感じてるのかって言ったらですね、昨日の動画を見ていただいた方はご存知かと思うんですが、この中で車中泊の練習動画っていうのをですね昨日もやってみたんですよ。でその際にですね、蚊がですよ、蚊がものすごく入り込んできたから、ほら蚊取り線香をこの中で焚いたんですけど、その蚊取り線香の匂いがすっげー染み込んでるわ N 版の中にっていうところをですね感じてですね、ああまた怒られるのかなみたいなことをですね今感じております。去年はですよ、N 版の中でですね、焼肉大会だ、わっしょいわっしょいみたいな感じでですね、焼肉やっちゃったんですよ。そしたらですね、1週間ぐらいかな、焼肉の匂いが取れなかったんですけど、今回は蚊取り線香のこの匂いがですね、いつ取れるかな、いつ取れるかな、みたいなこともですね、思ってるんですよ。そんなこんなにながらですね、実験場に向かって走ってるというわけなんでございますが、全国的にですね、ニュースが流れたじゃないですか。広島がですね、大雨になりました。線状降水帯にかかっておりますっていう感じでですね、お盆の間中ずっとですね、雨がですね、降り続いていたんですけど、なんとか、ちょっともうギリギリだったんですけど、川もですね、氾濫は今回の大雨はですね、なくてですね、おじさんの家もですね、大丈夫だったというところはですね、ご報告申し上げておきます。本当ご心配おかけしました。長く大雨が続いたというわけなんでございますが、うわぁ、この辺大丈夫だったんだな、よかったよね。3年前のですね、西日本豪雨の時はですね、この辺はですね、ものすごい水に浸かっていたんですけど、大丈夫だなっていうところをですね、感じております。ほいでね、ちょっと真面目な話をするんですけど、広島県はですね、つい昨今ですよ、もう3年前か5年前ぐらいからですね、なんか線状降水帯だってから大雨がですね、降るようになったんですけど、本当に地球環境変わってるのかなみたいなですね、そんなこともですね、思うようになったわけでございます。で、皆さんのですね、今これ動画見てらっしゃる方もですね、いらっしゃると思うんですけど、そういう地域、あなたの地域にもですね、線状降水帯がかかってですね、大雨になる可能性もですね、今頃のことでございますので、よくわかんないんですよね。どこが大雨になるかっていうのがですね。だから伝えたいのはですね、避難道具だけはですね、しっかりとですね、日頃からですね、整えていってほしいなっていうふうにですね、おずさんは思います。おずさん、もう準備してるんだ。リュックサックの中にですね、絆創膏とかですね、あとはサランラップとかですね、サランラップは意外と使えるっていうふうに聞いてますので、あとビニール紐、LED ライト、それと、乾パン、缶詰、水ね。こういうものをですね、リュックサックの中にですね、入れてですね、避難準備をですね、しているというわけでございます。いつでもですね、サクッとですね、出れるようにしているというところでございます。そういう準備はですね、やっぱりやっといた方がいいよっていうところはですね、お伝え申し上げておきます。その中で、ね、真面目な話ですから、まだもうちょっと続きますよ。もう一個だけ伝えておしまいにしますよ。こういうですね、地震とか雨とかですね、台風災害の時にですね、何が一番役に立つのかって言ったらですね、なんといってもですね、厚底靴、底が厚いですね、登山靴みたいなのがあるじゃないですか。あれは一足持っといてください。ほれほれ、ガラスとかが割れてですね、道路にですね、ガラスが散らばっていたりとかですよ、ブロック片がですね、ブワーッと散らばっていたりとか、瓦が飛んできて瓦が散らばってるとかですね、そういう中でもですね、歩いていかないといけないというわけなんでございます。避難するときにね。だから、そういう時にですね、厚底靴っていうのがですね、非常にですね、役に立つっていうところはですね、これは申し伝えておきます。そんなこんな言いながらですね、到着しましたローソンですって、あれ、何あ、休業中ってから書いてあるな。休業中。おめえ、コンビニエンスストアが休業中ってどういうことよ。なんで？あ、なんか、はぁ、綺麗にするんですね、ローソン。どうだ、コンビニエンスストアが閉まってるんだぜ。大手さんも、もう、やっぱり、夏が終わっても、相変わらず持ってるのかな、みたいなこともですね、思ってるわけでございます。ローソンはダメだったんですけど、こちらのセブンイレブンはですね、大丈夫だというところはですね、申し伝えておきます。セブンイレブン到着でございます。
今のご時世でございますので、しっかりとですね、マスクもですね、着用をさせていただきます。びっちりびっちりとですね、隙間なくですね、埋めるというところもですね、皆さんにはお伝え申し上げておきます。準備 OK! 行ってきます。よこらしょいの、どこいしょいち。さてさて、買い物も済んだんですけど、やっぱりですね、N 番の中に帰ってきたらですね、緊張の夏の匂いがすごい。やっぱりこれ怒られるぜ。家帰ったらすっげえファビリーズしよう。そんなこんな言いながらですね、N 番の中をですね、緊張の夏にですね、匂いをですね、充満させた大人がですね、何買ってきたかって言ったらですね、極め微糖深入りの極み。あ、なんか最近こればっかり買ってるな。これをですね、無意識のうちにですね、買ってきたというところもですね、皆さんにはですね、申し伝えておきます。やっぱあれだろうな、パッケージに弱いんだろうな、極みとかですね、根性とか努力みたいなものを書いてあったらですね、やっぱり買っちゃうというわけでございます。あ、今いいこと言ったよな、これなんか努力美糖みたいなですね、そういう缶コーヒーがあったらおじさんですね、すぐパクっていう風にですね、食いつくと思います。今ウィーってやるって思ったでしょう。しないよ。さてさて、それではですね、目的地に向かって出発でございます。看板見えてまいりました。大土山憩いの森5キロ。こちらをですね、入ってまいります。おじさんの今回の動画を見られてですね、あ、大土山のキャンプ場があるんだ。すごいいいところじゃない。行ってみようみたいな感じでですね、来られてですね、キャンプやろうかなっていうふうにですね、思われてる方はですね、注意してくださいよ。ここすっげえ難易度が高いキャンプ場ですよ。いうのがですね、携帯の電波がですね、入りません。はい、入らないです。なおかつですね、熊出没注意っていう看板がですね、立ってるんだよ、怖いんだよ。だからね、おじさんはここでキャンプしたことがですね、まだ一回もございません。そこは言っておきます。ほら、書いてるでしょ。熊出没注意っていうふうにですね、書いてるんですよ。まあまあ、そんなこと言いながらですね、ちょうど一番いい場所がですね、空いておりましたので、こちらでですね、実験をしてみたいと思います。外に降りてきましたですよ。もうあんまり外でちょろちょろしたくないんだ。熊が怖いから。パパッと撮ってですね、どういうところに降りてきたかって言ったらですね、こういうところにですね、来たんですよ。ほらほら見てみて。目の前にですね、湖っていうかですね、これは池だな。池がですね、広がってるというところにですね、降り立ってまいりました。さて、さてさて、怖いですからね。本当に怖いんだ、おじさん。よいしょ、車の中帰ってきました。それじゃあですね、実験動画を撮っていきたいと思います。まずはですね、ロックします。ね、ロックします。もうどんだけビビりなんだよって。あれでもですよ、クマちゃんが来てですね、ほらドアノブガチガチやってですね、ガチャッとここ開けたらですね、とんでもないことになっちゃいますんで、ドアロックはですね、必ずやるというわけでございます。で、お靴を脱いで、今からですね、こっちの室内にですね、移動していきたいと思います。今日やろうとしている車中泊の実験動画っていうのはですね、これなんだ。カメラを新しくしまして、これ何かって言ったらですね、ボイスレコーダーなんですよ。ボイスレコーダーから音を拾わしてカメラに入れてっていうですね、こういう音声テストをですね、やってみたいと思っております。いやいや、もうびっくりですよ。今ですね、冷製パスタ食べたじゃないですか。その後にですね、あと2本動画撮ったんですよ。全部ボツになりました。びっくりだよ。なんでかって言ったらですね、さっきですね、見せたじゃないですか。今日はですね、ボイスレコーダーをつきましてですね、いい音質のですね、動画をですね、お届けする予定です。みたいなことをですね、言ったじゃないですか。雑音がめちゃくちゃ入っていたわ。まあ、どういった雑音が入っていたのかっていうのをですね、今からですね、抜粋してお届けします。それではどうぞ。というわけでございまして、今回もですね、冷やし中華じゃないんですけど、セブンイレブンのですね、甘辛鶏マヨパースースターパパペペペペ言いにくいよこれ。なんて書いてある。甘辛鶏マヨパスタサラダ、うん、言えたね。甘辛鶏マヨパスパスパスこれ絶対ですね、文字を見ていないとですね、喋れないですね。そういう食べ物を買ってまいりました。はい、どうですか。もうですね、全然使い物になりませんというわけでございましてですね、
ステレオマイクはこれで全滅しました。はい。もう諦めた臨場感豊かなですね、音声をですね、皆さんにですね、お届けしようかなっていうふうにですね、思っていたんですけど、ステレオマイクはですね、雑音をすっげー拾うなっていうことがですね、分かったわけでございます。おじさんですね、にこやかにですね、話してるじゃないですか。もうね、2時間ぐらいですね、ここ撮影スタジオいるんですけどね。うん。かなりですね、やられてるなっていうところをですね、お届けしましてですね、本日はですね、まあ、いずれにしましてもですよ、実際車中泊しに行ってですよ、本番でですね、バチャ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 みたいなことにですね、ならなくてよかったなというわけでございまして、本番はですね、今まで通りですね、モノラルマイクを使って、で車中泊なんかもですねお届けしようかなっていうふうにですね思いました。まあよかったよ。うん、今日やって。ではでは。